ハノイリビングの田口です。今ね、私が立ってる場所はこれ香西通りです。はい、もうあの朝夕ね、結構混む道なんですよね、これね。で、その解消のためにこれ高架見えてますけど、はい、鉄道ですね、メトロ。はい、ずっとね、これね、高架の部分は完成していて、向こうの方に金間の方に行くと地下に潜っていくんですけど、その地下鉄がまだできてないんですよね。なので一応あの金間から、この反対側、これまっすぐ行くとインドシナプラザ、インドチャイナですね。さらにまっすぐ行くとニュー駅っていうね、場所があって、そこまでの、東西をつなぐ、メトロなんですけども、この高架の部分だけ先に運行もう始まってます。8月の5日、昨日一昨日ぐらいから始まってますね。はい、今も電車走ってますね。はい、そんなね、香西通り沿いに立っているのがこのビル、 CTM コンプレックスっていうね、はい、このビルがあるんですけども、このビルは、まあ、低層階はオフィスなんですよね、オフィス。はい、で、上の17階から17、18、19、20の4フロアはサービスアパートなんですよ。で、今日はね、そのサービスアパートの部屋をご紹介します。ワンベッドルームとツーベッドルーム、2タイプあります。それをね、ご紹介します。はい、特徴はとにかく安い。はい、もう本当安さだけ。はい、そんなにね、めちゃくちゃ綺麗なアパートでもありません、部屋でもない。うん、まあ、ある程度古いんですけども、ただただ安い。うん、で、これまっすぐそこに向こうに行くと、もう向こうの方でね、高架が見えてると思うんですよ。こう、分かりますかね、高架、ちょっと上に車が走ってるね、あそこの向こうがもう金間なんですよ、バディンクの金間エリア。はい、もうここから歩いて金間エリアまで歩ける、 V タワーまで歩けるんですよね。まあ、ちょっとこう歩くとちょっと距離があるから、自転車を使っていただいてもいいですけど、そんな離れてません。もうバディンクから、はい、香西区に入ったすぐのところにこれがあるんですよね。はい、なんで、まあ、微妙な絶妙な場所にあるんですけど、金間のど真ん中じゃないと、はい、少し、まあ、あの 年季も入っているというアパートなので、安いんです。はい、まあ、じゃあね、まずね、部屋にね、カメラを入れてね、どんな感じかね、皆様にご紹介しますね。はい、じゃあ2ベッドルームのお部屋をご紹介しますね。70平米の2ベッドルーム。はい、入り口入りまして、はい、リビングダイニングキッチンがありますね。うん、リビングダイ、その先は、バルコニーですよね。で、ここに部屋が2つ来ますね。これがサブのベッドルーム。はい、あとはメイン、まあ、どっちがメインでどっちがサブか同じですけど、まあ、窓がね、明るい方がメインかなと。ここがメインベッドルーム、はい、っていう風になっています。うん、面積は70平米ですね。70平米の2ベッドルーム。はい、これが格安です。格安、安いんですね。はい、まあ、あの家賃は後で説明しますね。はい、じゃあちょっと細かいところからいきましょう。はい、入り口があってね、ここにまあ収納があります。はい、上にまあちょっとした棚がついてて、下が、はい、靴箱ですよね、下足箱で、右側がバスルームですね。バスルームが来ます。はい、お手洗い、うん、ヒップシャワーのようなものはつけてくれてて、バスタブですね。はい、バスタブが来ます。うん、まあ、バスタブといいましても、お湯タンクが、確か、50リットルですね。なんでちょっと、まあ、肩までは難しいと思います。はい、で、洗面ですよね。この辺が来て、はい、こう、まあ、バスタオルとかはどうなんでしょうね。短期のお客様用にこうやってホテルユースで置いてるのかもしれませんが、長期のお客様にはつかないかもしれません。ご自身でタオルは用意をしてくださいなるかもしれませんね。はい、で、まあ、キッチン、いつもながらの、はい、あの、まあ、もちろんシャープの電子レンジとか、二口の IH のクッキングヒーターが来て、二口のキッチンシンクですよね。はい、うん、まあ、こんな感じで、まあ、お皿とかは全部、これはサービスアパートですから、つきます。どこにあるかな、お鍋とか来るんかな、まあ、まな板、包丁、はい、あとは、うん、こうですね、お鍋、
フライパン、はい、この辺も IH で使えるものを持ってきてくれています、はい、これも一緒ですね、うん、で、まあ、ウォーターサーバーがここにあり、うん、で、ダイニングテーブルですよね、はいはい、でソファーセットが来てテレビと、はい、こんな感じですよね、うん、まあまあ、普通のアパートです。普通のアパート、はい、エアコンはダイキンのエアコンがここに一つ、壁掛け型2ベッドルームあるってことは、ここにも、はい、各部屋ごとにダイキンの壁掛けのエアコンが来ますね、うん、棚が結構あって、ね、クローゼットもあるんで、まあまあ、はい、収納はいけるかなと思います、うん、でこちら明るい方の部屋もダイキンの、はい、壁掛けのエアコンが来て、うん、でベッドですね、はい、でこちらにはクローゼットが来ますと、はい、もうクローゼットが2つ、あと入り口の際にあの辺にちょこっとだけ棚があって、まあ、それが全ての収納ですね。あんまり持ち込まない方がいいと思います、はい、それとこの向きが南と西、南西ですね、はい、南西方向に向いてます。もうまっすぐね、向こうにも、はい、ロッテが見えてますよね。はいはいはい、もうあれが金馬ですね、はい、近いですね、うん、でここに洗濯機がありますね。ちょっと外に置いてるので汚れますが、はい、壊れたらちゃんと修理はするのは、これアパートの洗濯機ですから、でここで干すと、で風吹いても飛んでいかないようにピアノ線を置いてくれてます、はい、ここで洗濯を自分でしてくださいなんですよね、はい、ここでね、もう本当家賃申し上げますと、2024年のこの8月の頭の時点で600ドルです、ここ、はい、安いです。もう1000ドル大きく下回ってます、はい、もう何しかその家賃を抑えなきゃいけないという方、はい、その方のために今僕は話をしています、はい、まあ、若干ね、建物というか中の感じが古い感じはするんですけど、それはもう仕方がありませんね、はい、安さにでバランスを取っているということになります、はい、で、まあ、600ドルの中に含まれているサービスというのが、もちろん税金、はい、会社契約していただいて、うん、レッドインボイスも発行します。でもうレッドインボイスなくて個人で契約するとなれば、もう少し安くなると思います、はい、さらに安くなると思います。ちょっと交渉します、はい、それと、うん、ハウスキーピングのサービス週2回つきます。週2回、掃除やってくれます。でも洗濯サービスはありません。洗濯は自分でやってください。そこにね、洗濯機ありますので自分でやってくださいと、週2回。あとは2年交換ですね、2年交換ベッドシーツ、枕カバーの交換は週に1回ハウスキーパーさんがやってくれます、うん、あとはまあインターネットの利用料ですね。いくら使っていただいてもインターネットの利用料は、はい、一緒です、変わりません、うん、でケーブルテレビの視聴料も一応入れてます、はい、ベトナムのなんかこうよくわからない番組しか見えないんじゃなくて、まあ、世界のいろんなね、CNN とかディスカバリーとか、ああいう英語の番組とかいうのを入れてるのがケーブルテレビ付きって意味なんですけど、それはついています、ついています、うん、あとは何でしょうかね、そう、あとは飲み水ボトルですよね。飲み水、ここで、はい、ガポッてはめ込む19リットルの飲み水は2本まで家賃に含まれています。あとは基本的には電気代、水道光熱費っていうのは家賃に入ってませんので、使った分の使用料でメーター検診をして毎月請求をいたします。ハウスキーパーさんがこの机の上に今月はいくらでしたよ、何百万ドルだよっていうふうに書いてくれると思いますね。領収書、あるいは請求書ですね。それを見て、まあ、17階のレセプションの方に行ってお支払いしていただくと、はい、そういう仕組みになっています。なので家賃以外に必要なものは、まず電気代、水道光熱費ですね、はい、電気代と水道料金は、はい、検診した結果その分で請求をしますということですね、はい、まあ、600ドルと安いので、まあ、水道料金普通サービスアパートってついてんじゃないのかってなるんで、それはついてますけど家賃の中に入ってますんで、その分バッと家賃上げてるわけですね。ここは要素や全てそういうものはそぎ落とし、とにかく安くしてると、はい、いうふうに思ってください。ここで600ドル、ワンベッドだったら500ドルです、はい、安いですね、はい、鉱材通り沿いですね、金馬まで、まあ、歩いていけなくないぐらい近いです。自転車だったらすっともうすぐにバディンクに行けて、もうその先は金馬ですよね、はい、なので、まあ、金馬寄りの鉱材エリアということですね、
はい、家賃は非常に安い、格安です、はい、いかがでしょうか。はい、あのエレベーターが2台2機あるんですけども、カンバスサービスアパートメント、はい、この際にここにですね乾燥機がありました。これは皆さんが使っていいと思いますね。ここに持ってきて乾燥してもいいですよということですね。